こんばんは、ウェザーニュースの白井ゆかりです。全国の明日の天気をお伝えします。明日は秋らしい陽気となるところが多くなりそうです。明日9月25日のお天気アイコンとなっております。明日も晴れのアイコンが並んでいるところが多くはなっているんですが、九州のエリアを中心にですね、雲が広がりすっきりしないお天気となるところが多くなっていきます。南部のエリアなどでは折りたたみ傘がお守りとなりそうです。そして日差しが届くエリアでも関東や東海、山梨県、こういったエリアではにわか雨の可能性がありますので、カバンの中に折りたたみ傘忍ばせておくと安心です。その他北海道も道東のエリア、失礼しました、日本海側のエリアですね、こちらでは前線の影響を受けまして雨が降りやすいお天気にだんだんと変わっていきそうです。雲が多くなっていきます。夜遅い時間から札幌周辺でも雨が降り出す可能性がありますので、空の変化にはご注意ください。そして日差しが届くエリア、気温も上がっていきます。体感もカラッと暑さを感じられそうです。ただ朝晩と昼間との体感差大きくなっていきますので、服装でうまく調節をするようにしてください。以上、全国の明日の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。